ルさん、おはようございます。おはようございます、セアルです。コミドル多いね。はい、これが最後です、これが最後、これが最後です。どういうこと？今現在予定されてるコミドルはこれが最後です。取らないかんね、なるほど。ちょっとね、まあ村があるじゃないですか。コミドルの面白さがだいぶね、ちょっとね、経営で頑張りたいと、企画の方もしっかりちょっと詰めてやりたいなって思ってる次第なんですけど、はい、まあどうしてもね、勝負は時の動きというところもありますんで、今回お仕事いただきました、前回大好評でありました、パチプレさんからまたいただきました。前回羽川美優さん、女性のね、タレントさん、まあ、いわゆるパンツの女王ですけど、パンツの方がクイーンオブパンティ、クイーンオブパンティというわけで、また今回パチプレさんの、はい、コミドルという形にはなるんですけれども、パチプレはそれでなんか知名度上がったんかね。もう羽川さんのツイッターのフォロワー増えてますからね。絶対調子乗ってるやろあいつやろ。 100% 乗ってるからね、あいつやろ、うん、なんかさ、これってテレビの力ってすごいなと思うのは、やっぱ編集でうまいことつなげたらすごい羽川美優の価値って高くなってるでしょ。いや高めたよ ね、 ね、あれ、いや本当にコビドルだって、今までやったコビドルの中で一番コビドルだった気がする、ね、いやなんかもうすごい、彼女はツイッターのフォロワーが増えて、うんうんうん、モンストをいっぱいやってるみたいで、モンストモンスト、なんかツイッターで友達募集してるんでしょうね、こっちもらえると。ああ、なんか強いやつと一緒に行ってクリアしたりみたいな、そんなあるんじゃないですか。こじきや、いや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 、こじきではないでしょ。まあ、うちくんのね、おかげで、そのために制作費もらえるなら、こっちはもう全然いいっすよ。いろいろまた準備しましたので、はい、じゃあこの中から選んでください。見えた、心眼。はい、今日はこれ、じゃん、羽川とジャグラーで終始プラスを目指せ。はい、うん、ということで、まあバトルも考えたんですけど、もうあれ以上バトルをやっても、いや、まあ、重な争いだと思います。ああ、で、まあそれ引いていただいたのでちょうどよかったです。まあ、どちらかというと羽川美優、まあポンコツじゃないですか、まあ、もう目押しもできない、うんうん、ね、パンツしかねえわ。まあまあまあ、それだけでも十分有能なんですけど。まあ羽川美優、自体を、ちょっと教えてあげないといけないなって思いまして。ああ、なるほどね、はい、育成側にちょっとなってあげる、まあ、ジャグラーっていう機種で、うん、まず終始のプラスを2人で目指してもらうっていう。これどういうこと？じゃあ1000円で2人ともバー当たったりのプラスとか。そうですね。え、イージーズダンスやね今回。そうですね。え、マジ、はい、そんなんでいいと、はい、楽勝や、はい、え、どうした？え、今までそんな簡単にジャグラー当てたことありましたっけ？まあ、ないけど。でしょ。いや、ないけど。いや、なんかね、最近ジャグなんか難易度結構上げすぎて部分うるさいんで。ただ二人でなんで。まあだから足を引っ張っちゃいかんわけよ。そうですね。だから二人でも確かに言われる通り、1000円ずつで当ててしまえば。え、もう浮いた瞬間でいいんでしょ。はい。あくまでも前提としては羽川育成なので。目押しが本人にできるように仕上げてください。ああ、そこもね、はい、まあだから自分で全部ね、はい、ああ、だから揃えるそのアドバイスはするけど、肩トントンとかしていいの？ああ、それは大丈夫です。目押しはダメですよ。俺が押すのはダメってこと？ダメです。まあ他にあったんですけどね、うん、羽川だけに羽物と、とか、ああ、そっちが良かったけど、あの女チェンジとかもあったんですけど、ああ、それ引きなかったな。今回のミッション、羽川を育成しつつ、羽川とジャグラーで終始プラスを目指せ。コビドル。ヤロさん、おはようございます。おはようございます、羽川美優さん、おはようございます。おはようございます。はい、やってまいりました、コビドル2回目ということで、以前はちょっとバトル
でやらせてもらいましたけれども、はい、今回、羽川美優さんと、野郎が、まあ、お互いポンコツだと思いますけど、ポンコツがポンコツを育成するポンコツ育成番組として、生まれ変わりましたので今日は、まあ、羽川さん、はい、もちろん勝利も、叱ることながら目押しがしっかりできるように、はい、立ち回りができるように、まああのね、はい、いろいろ、まあ、この前のお話じゃないけど、はい、まあ、スロットマンシップに乗っ取ってっていう、はいはい、くだりがあったと思うけど、はい、まあけどあのスロットマンシップとは何だるかを教えてなかったなと思って、これそうです、ね、まあ、この前はライバルだったからね、はい、まあ、昨日の友は今日の敵とはって言うたもんで、はい、まあ、その逆もまたしかりということで、はい、だいたいそういうパソコンで、あの、はい、くじ引きじゃなくて、はい、パソコンでやってる店はだいたいもう番号遠隔だから、はい、そうなんですか、うん、だから押すときにもうね気合い入れて押さない、エンターキーを潰すぐらいの勢い、潰す、うん、中に臭い一言を押さえてあげるともうなお完璧俺がちょっと言うか、はい、俺のこの思い届けほらね、やってみ、私の右手を撃たれての結果、ゴルゴ13。サンキュー。で、はい、まあ、まず入場、まあ、今回、はい、俺たち一応お店からゲストとして呼ばれてるから、はい、まあ、普段とはちょっと違うわけよ、はい、普段だったら入った時に、顔認証を避けるために変顔して入るんだけど羽川じゃなくて骨川の場合は、はい、やっぱ女っていうのを前面に出すべきだと思うよね、はい、だからそうね、まあ、今日はせっかく、はい、まあ、ちょっとニットで、はい、まあ、ちょっとおっぱい強調してるから、まあ、まずこれをちょっと中に入れて、はい、そうであえてこうして、はい、さらにこうおっぱいを強調していくおしてもらうな、はい、自分でせえまあ、こうすることによってやっぱり天井ボタンを誘発させるのがまず一歩で、入場の時にまずあのいかに元気よく挨拶するか、あー、はい、ね、イメージとしては雪地が晴れるなって飛んでいくよ、晴れ顔でーすこんな感じね、そういうことによってもうね社交心煽っていく、はい、はい、うん、俺のこの思いセフリさんまで届け、おはようございます、ちょっといろいろしなしながらやっていくんだけど、その前にお前なんやそのハットは、おしゃれしに来とんじゃないっちゃけん、俺はハゲ隠しやただの、まあジャグ打っていくわけですが、別にジャグラーはもう目押しもそんないらないし、まあ一応チェリーフォローした方がいいとかあるけど、そうなんですね、そっからもう今日は楽しむこと考えて、あのボーナスをとりあえず揃えれるようになろう、だから1回で、まあとりあえず楽しく打ちながら回していきましょう。まずパチスロの性別の話からするわ、性別、うん、あのねパチスロっていうのはオスとメスがある、オスとメスで、やっぱ人間でもいろんな性格の子がいるじゃん、男女ね、チェリー、そう、チェリーの時はけど、光る可能性があるからねじるのもまた一興、あ、だからこうチェリー、これ俺チェリー来たけど、まあ、チェリーって童貞やん、だから童貞の頃の気持ちを思い出して、あー、おっぱいってどんな感じだったかな、気持ちいいペカってなるわけよ、大体ね、愛が伝われば、愛というか愛部が伝わればね、あ、だからそれを、その愛部のことをねじると言います、
オッケー、そうだから光らなかった。まああとジャグラーあるあるなんだけど、よそ見してる時に光ってるっていうことがよくあるわけ。見つめ合いながら打とう。その恥ずかしさの先にボーナスがあるから。ほらほらな、言うたやろ、これが噂のキッシングボーナスっていう。キッシングボーナス、オッケー、そういうことよ。やばいやろ、これキスごと、キスごとで、まあまあ7狙っていこうかなら。はい、いや遅いブラジル、いやもういいよ止めていい。でワンベッドね、いくよ。じゃあタイミングいくからね。はいはい、オッケー、はい、違う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 、まだまだまだ、どっちでもいい、赤でも黒でもどっちかも。はい、じゃあ黒、はいはいはい、オッケー、はいはいはい、遅い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 、性病が悪いわ。もう歌んで、おい、はい、おー、おめでとうございます。揃えてみなら、揃えてみ、はい、OK、 1、2、1、あー、惜しい惜しい、リーチ目、おー、リーチ目、リーチ目、ありがとう、ビッグビッグ、よっしゃ。ごめんなさい。はい、寄せな、バーになるけん、ビッグが。ああ、お前2枚掛けにしてやろよ、今、お前1枚よ、ほんと、お前。はい、ビッグボーナーけどね、投資が9000円だから、まだやめれない。まあ、波に乗ってきたね。何食べてると思う？って思うやん。ラグビーのボール。なんでラグビーのボールかっていうと、ラグビーってさ、トライって言うやん。トライ、トライって。リトライ。そういういろんなヒストリーがこの台には隠されてるから、ちょっと楽しくなってきました。はい、いろいろ教えていくから。はい、全勝と、これはビッグ確定です。でも一発でそれで言うようになったし、飲み込みが早いからよかった、お父さん嬉しい。正面、正面行くときは45ゲーム回してから行かな、決まりがあるけん、そういうけど、まあクレジットがしっこだからいいや。あるけん当たらんくなるけん、そういうの守らな、あの勝手な行動やめて、ほんと頼むよ。なんでジャグラーのバーがこう2つあるか知ってる？
もともとこのピエロ、ハンバーガー屋さんで働いてたよ。バーガーとバーをかけてるんです。で、兄弟がおるんやけど、こいつ三男なんや。で、長男がエムドナルド。あれが長男。兄弟なんですね。で、ハンバーガー戦争っていうのが昔あって。で、それに負けたから、今こうやってスロットになってる。移動やな。そうね。まあけどこっからやね。まあ投資が俺が今もうこれで1万円目で4千円目か。まあまだまだ全然あるんで。これ何ですか？あることをするとって。ゴーゴラボ舐めるよ。アニメとか見る？モーパイ知ってる？あ、パチンコでしか知らないです。 あるやん。これそのキャラクターだから。あ、そうなんや。出てくるんですか？出てくるんですか？出てくるよ。出てくるってか主役やん。あ、いやだから三強がパクって黄色だとやべえなっつってピンクにする。なるほど。全部もうメーカー全部つながってるから。アデラゼンゾイ、ほら何のジャグラーかって。ほらおい、やばいよ。1万使ってる、1回も当たってないけん。なんなんこの店。以外がコビドルやった。頼むぜ。おい、ほんと相性悪いな、朝からジャグラー打つの。おー、うした。押せーよ。700。ああ、遠かった。まあこっからっすよ。じゃあ移動します。ダメだ、移動はない。なんとなくやっぱり俺マイジャグが好きだっていうことで。まあもう育成期間終わったからね。あとは羽川もよし、204ゲーム。よし、タキペカ。イエイ、19ゲーム。イエイ、62ゲーム。マークサイ。さあ、このね、ノーマルの光でビッグのはいい台。あと告知っていうやつですかね。来ました。
俺を癒してくれ、ゴーゴーラン。こんな当たらんかったらアンハッピーやんね。びくともせんわ、ここのジャグラ。オーケーオーケー、ゴー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 、フラッシュフラッシュフラッシュ、カモンカモン、ゴーゴー、ボアボアボア、ゴーゴー。ちょっと俺ペカオになるわ、久しぶりにペカオになるわ。ペカオでーす、ゴーゴーゴー。頭ハゲてきたよ、最近ちょっとハゲてきた。ペペレペペ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 。ジャグオカ修造になるわ。カモンカモン、早く。悔しくないのか、当たらなくて悔しくないのか。そんなんじゃダメだろ、もっと行くんだよ。ガッツを出せるんだよ、ガッツを見せるんだよ。行け、ケイ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 。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ一応結果の方から。はい、投資が2万円の体重ゼロです。投資が2万3000円の体重ゼロです。そうやったね。そうですね。おい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 、そうじゃない。えらいらすんなよ。二人でデモしないジャグラーをキャッキャやって。そう、そんなんじゃない、やってられんの。ですね。ちょっと途中眠たすぎて死ぬかと思いました。いや、死ぬかと感覚かっこ。いや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 、やる気あんの、マジで。やる気も出ないよ、クソじゃん。いや、コビドル、コビドルだけど。せーの、クソジャグラー。まあ、ミッション自体はね、簡単やったけどね。最初の方は。そうそう、だって一瞬、一瞬行ってた臭い瞬間もあったやん。まあ、追ってやっぱね、1万超えたらやっぱきついね、ノーマルはね。無理やもんね。ビッグ3年って言うけどね、3年せんからね。しないですね。ジャグラーは、とりあえず多分打ってます。まあ、最後見たらね、1回で揃えたし、羽川美優をこう育成するっていう意味ではまだ一つ成長できたなら、まあ一つ飛び取るは意味あったんじゃないですか。もう俺から教えることは何もないけど、はい、次は他の子にしてチェンジチェンジチェンジ。まあ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 、ちょっとショック受けてるつもり。毎月出ると思ったよ。ちょっとチェンジ。それではまた来月まで。はい。また来月。ありがとうございました。2ヶ月でしたけど。さようなら。やっぱりですね。素人と素人はいいことできないですね。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。あ、勉強にはたくさんなりました。ありがとうございます。本当にやるよね。何も言ってないんだけど、本当。本当。じゃあ、復習問題です。はい。今日一日のおさらい。はい。ハッピーに出てくる、はい、リプレイ図柄の動物が持ってるものは何でしょうか。ラグビーボール。ピンポン。じゃあ、ピエロは何なの。三男。こんな感じでやってみよう。今ので分かりました。イチャイチャ動画ですね。